痛いよ。だから多分押してる方も気持ちいいですよね。あの無理にやってないからそんなに疲れないというか。まあ普通の人は、うん、あのそれがやっぱりそのモンスタークラスの強みの人だと。はい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 。もうそりゃね。そりゃね。地獄ですよ。でもそれはまあ特殊な例であって。うん、特殊例です。うん、一般にそこまでの人はそうそう来ないですからね。そうそう来ないですね。うん、まあ一般の人でもこのぐらいの感じだったら全然受けられると思います。うん、すごい気持ちいいですよ。しっかり入ってて。うん、しっかり入ってて。まあ、体に無理もなく。うん、すごいね、なんかこうガツンとくるっていうのが確かにって感じ。あとはまあ、圧の安定感ですよね。そう、安定がいいですね。うん、下手な人だとこうなんかそのちょっとゆらゆらしちゃうんですよね、なんかね、こういうなんか不安定なところに入った時にその滑りそうっていう、あー、わかる、なんかズリンってされたりとか、うん、その怖さがありますよね。そうですね、安定感がない、こうなんかプルプルしちゃったり、そうプルプルしちゃったり、うん、なんかこう圧が一定の圧になってないんですよね、こう強弱が入っちゃったりとか、あー気持ちいいです。あとはやっぱりその自信ない人は早い、はい、うん、ああ早いそうペースがね、うん、速くなっちゃうんですよね。多分その抜きたいんでしょうね、その、うんうん、うまく入ってないっていう感じがするから、ああ早くやり直したいみたいな感じかな、うん、ああすごいいいっすよ、気持ちいいです。ありがとうございます。あ、いやだからタムさんやっぱすごい上手いですよね、外さないしごまかしがないから潔いですね、ズバッズバッと決めてくれる感じで、うん、あとはあれですね、押しながらこう外しそうになったら、はい、こうもう避けちゃうんで、あその変なところに入る前に、うんうんうん、あとはある程度その押しながら、うん、いい感じのところに入れ込む、あ、微調整を、微調整、押しながら微調整しますね、うんうん、それはでも確かに私もやるな、うんうん、多分その辺がそのできてない人も多いんじゃないですかね、うん、だからこうよくそのピタッと設置した段階で押し込んでこうなんか割と適当にやってるはずなのに全部捉えてるみたいな感じで言われるんですけど、うんうんうん、手を置く段階では割と適当に置いてますけど、うん、押しながら多分、はいはいはい、全てのポイントで、ね、うん、はい、調整しながら押し込んでいってるんで、うん、最初の押す場所ってそこまでそんなに外れてなければそこでそこまでね、うん、気にしなくてもよくて、うん、あとは入れたところからで確認していくというか調整していっていいわけですからね、うん、ライン取りなんかもそのライン取りにとらわれて押せてない人なんかも結構いますよね、うん、ライン取りはその便宜上つけてるだけのラインなんで、うんうん、あんまりとらわれなくても そうですね、そこまでね、便宜上その3本ぐらいに取ってるところもあれば5本取ってるところもあれば10本取るところもあるんで、はいはいはい、10本も多いなでもありますよ、ただそのライン取り自体がどうこうっていうか10本取れるぐらいのレベルに達した人は多分ライン取り気にしないようになってると思いますけどね、そうですね、うん、もうポイントポイントで微調整しちゃうと思うんで、痛いよ。これはもうちょっと意図的に狙ってます。あー痛かった。こっちは柔らかい。前の部分なんかは全然その嫌な感じのところは特になさそう。確かになんか押されても別にただ押されてるなって感じで。若干この辺があるのかな。ああ確かに。でもなんか左に比べるとそんな、そうでもないですよね、うん、来ない、
で引っ張ってもこれをそのあんまりその制限をかけてるぐらい辛そうなところもないって。確かに。強いて言うなれば、このこれぐらい、でもそれもそんなにズバーと、今聞きましたね、このぐらいですね、そんなすっごい凝ってるなじゃないですね、まあちょっとその辺は凝ってるかなぐらい、はい、はい、ですね、響きます、カードさんしつこいですね。狙いますね。痛い。こうなっちゃうとダメなんですね。ああはい。もうねだいぶお腹がいっぱいになってきました。やっぱり左とは大違い。なんか右のが薄い感じがします。うん、左の方がなんか結構凝りが厚くなってる感じしました。うん、やっぱり。感じ方が左右で違うし、そうですね、欲しがり方も違いますね、そうですね、右そんないらないなみたいな感じですね、その辺はその、受け手に合わせて、そうですよね、自分も右ばっかり欲しい人なんで、ああそっかそっか、左あんまりいらないんですよね、なるほどね、だから右に時間をいっぱい取ってほしいです、ここもでもそうでもないのかもしれない。ここは確かになんか凝ってそう。あ、痛い。いや凝ってない、あんまり。やっぱり左の方が凝ってるから、だいぶ弱い力で痛みが出ちゃいますね。あ、そうなんですね。力的にこれ左の半分ぐらいです。あ、そんなに違います？違います。しっかり入れてないです。あ、そうなんですね。もうでもそれで十分痛い。あとは当てる面積を広くして、はい、気持ちいいね、これがやっぱりその尖っちゃうとこうなっちゃうんで、はい、広く当てる、あーでも気持ちいいな、こっちの方が楽ですよね、なんか気持ちよさがあります、柔らかい感じで、いいっすね。それぐらいだと、これぐらいでほぐしてもらうのがいいんでしょうね。なんか左凝ります、凝りすぎですよね。そうですね。気持ちいいっすね。これはどうですか？これは気持ちいいです、普通に。やっぱり強い刺激がダメな人はこういう方が気持ちよく感じるのかもしれないですね、そうですね、私結構弱いの好きなんですよ、強いのも悪くないけど、はい、やっぱ長くやられるともういいやってなってくる、弱いのだったら結構いつまでも受けてたいけど、強いのって結構ちょっとこっちも疲れるじゃないですか。まあそれもわかります。そうそうそう。だからなんかリラックスして受けられるのは弱い方。気持ちいいっすね。なんかさ、タイとか行かないんですか、旦那さん。え、行かないです。なんか行ったら安くいっぱい受けられるじゃないですか。でも、はい、タイに行くだけの旅費を考えたら、はい、まあまあね、別に日本でもでもちょっと長期行く感じにしちゃえば、はい、すごい安くなるんじゃないですか、まあそうですね、行ってみたいとは思いますよ、私もそうなんですよ、行きたいんですよ、タイとかあとインドネシアとか、そうですよね、まあちょっと長めのオイルマッサージとかも受けてみたいなと、いいですよね、リラックスしたいですね、そうですよね、なんか行きたいんですよ、ね、タイの世界一気持ちいいとされるし、まあ、タイマッサージをちょっと覚えたいなとかも思ってて、ね、何でしたっけ世界一気持ちいいのって、それがタイのマッサージなんですよ、はい、はい、すげえ気持ちいいっす